はい、9.14 です。Unless you are going to use it regularly、定期的に使わない限りということですね。Unless は、まあ、if なりなりのとということですね、で、その後なんだけど、まあ、such と an がね、相性いいですよね。such a とか such an ですね。で、これがまあ何に見えるかによるんだけど、まあこれいつも use ing の形で無駄だっていう決まり文句を思い出してもらえれば、もうできたね。ing。という形で終わりかなということですね。まあ、そんな高い辞書買っても無駄だよってことですね。